書見がまさにこのことを言明し公に証言してくださいますようにかように後輩を賜りますならばその場合にはこれらの問題について。 およそ損しましまた全ての語尾はまもなくもろもろの人間の精神から拭い去られますことを私は疑わないのであります。すなわち真理そのものは容易に世の知能の死ならびに博学の死が所見の判断に同意出すようにするでありましょう。また権威は知能の死とか 学学の首都華であるよりもむしろ多くは一地半海の都であるのを習わしといたします無心論者が反対する心を捨てるようにそれのみかはおそらく全ての学識ある人々によってそれが論証と看破されていることを彼らが知っているところの根拠を理解せぬと思われたくないために 彼ら自ら弁護するようにさえするでありましょう。そして最後にその世のすべてのものはかくも多くの証拠に容易に真意を置くでありましょう。そしてもはや世の中には神の存在とか人間の霊魂と肉体との実在的な区別とかをあえて疑うものは誰もないでありましょう。そのことがいかほど有益であるかは。 見自ら所見の並々ならぬ英知において全ての人のうちで最もよく評価せられることができる次第であります常にカトリック教会の中責であらせられた所見に神と宗教とに関する事柄をこれ以上の言葉を費やしてここに推薦いたしますことは私にふさわしくないでありましょう 読者への助言神および人間の精神に関する問題はすでに少し前フランス語で1637年に公にせられた理性を正しく導きもろもろの学問において真理を求めるための方法の除雪の中で私は触れた。最もそれは、 この問題をかしこで厳密に取り扱うためではなくただこれにちょっと触れて読者の判断からいかなる仕方で後にこれを取り扱うべきかを知るためであったというのはこの問題は私には極めて重要なものと思われたので一度ならずこれについて論じなければならぬと私は判断したのである。 またこの問題を説明するために私がたどる道はほとんど戦術のないもので一般の寛容から極めてかけ離れたものであるので知能の脆弱な者がこの道を自分も歩まねばならぬと信じると悪いからこれをフランス語で書かれた差別なしにすべての人に読まるべき書物の中であれ以上詳細に述べるということは ののないことと考えたのである「しかし私はかしで私の書物において何か非難に値する事柄に出会った全ての人にこれを私に知らせていただくようにお願いしたが右の問題について私が触れた事柄に関して2つしか注目に値する」「枠論は出なかった」 この暴論に対して私はここで右の問題のさらに厳密な説明を企てるに先立って簡単に答えたい。第一の暴論は事故に向けられた人間の精神は事故を止水するものであるとしか知覚しないということからその本性すなわち本質はただ止水するものであることにこのただという語が おそらくはまた霊魂の本性に属すると言われ得るであろう世のすべてを排除する意味において損するということは否決しないというのであるこの枠論に対して私は答える私もまたかしこで世のすべてをものの真理そのものに関する秩序においてこれについてもちろん私はあの時論じたのではない 排除しようと欲したのではなくかえって単に私の知覚に関する秩序において排除しようと欲したのであるとかくてその意味は私の本質に属すると私が知るものとしては私は止水するものすなわち自己のうちに止水する能力を有するものであるということのほか何者も私は全く認識しないということであったと。 しかしいかにおいて私はいかにしてその他の何者も私の本性に属しないと私が認識することからまた実際にその他の何者も私の本性に属しないということが帰結するかを明白にするであろうもう一つの暴論は私が私のうちに私よりも完全なものの観念を有するということからこの観念が 私よりも完全であるとということましてこの観念によって表現せられるものが存在するということは聞けずしないということである。しかし私は答える。この場合観念なる語に両義性が複在するとすなわちそれは一方質量的に語性の作用の意味に下されることができ この意味においては私よりも完全とは言われ得ないが、他方それは客観的に、この作用によって表現せられたものの意味に下されることができ、このものはたとえ個性のほかに存在すると仮定せられなくても、自己の本質に基づいて私より完全であり得ると。しかしいかにして、ただこのこと、すなわち私のうちに、 私よりも完全なものの観念があるということからかのものが実際に存在するということが帰結するかはいかにおいて詳細に解明せられるであろう他に私は二つのかなり長い文章を見たしかしその中では右の問題についての私の根拠ではなくむしろ結論が 無神論者たちの決まり文句から借りてこられた議論でもって爆撃せられているのであるところでこの種の議論は私の根拠を理解する人々の前では何らの力も有しえないからしてまた実に多くの人々の判断は弱くて正しからずたとえ義であり利を離れたものであっても最初に受け取った意見によっての方が 真で健康なしかしその後に聞いたその反駁によってよりも一層多く説得せられるものであるからここではその議論に対して私が最初に述べねばならぬとすると悪いから答弁することを欲しないそしてただ一般的に私は言っておこう神の存在を爆撃するために無心論者たちによって 数例持ち出される一切は常に人間的な情念が間違って神に属せしめられることにあるいは僭越にも神の成し得ることまた成すべきことを決定しまた理解することまでを我々が欲求し得るほど多くの力と知恵とが我々の精神に属せしめられることにかかっておりかくて実に我々がただ 我々の精神は有限で神はしかし理解を超え無限であると考えねばならぬことを忘れない限りかの論博は我々に何らの困難も示さないであろうとさて今ともかく一度人々の判断を知った後ここに再び私は神と人間の精神とに関する問題を論究しそして同時に 全第一哲学の基礎を取り扱ううと思うしかしその際私は何ら大衆の称賛をまた何ら読者の多いことを期待しないであろう私はただ本気で私と共に試作し精神をもろもろの感覚からまた同時に全ての先入権から引き離すことができまた引き離すことを欲する人々だけに読まれるように これを書いたのであって、かような人が全くわずかしか見いだされないことを私は十分に知っている。しかるに私の根拠の連結と、連感等を理解することに意を用いないで、多くの人々にとって習わしてあるように、ただ、個々の極に定水して、おしゃべりをすることに熱心な人々について言えば、 彼らはこの書物を読むことから大きな利益を収めないであろう。そしてたとえ、彼らがおそらく多くの箇所において上昇する機会を発見するにしても、何か金用なあるいは答弁に値する暴論は容易になし得ないであろう。しかしまた他の人々に対しても、私がすべての点において初手から彼らを満足させるであろうと、 私は約束しないのであるからして、また、三越にも私が何人かに困難と思われるであろう一切の事柄を予見しえると私は確信しないのであるからして、私はまずこれらの小冊において、私がそれによって真理の確実な、名称的な認識に到達したと思われるところの同一の止水の作用を改陳し、もって、 私が説得せられたのと同じ根拠によっておそらく私は他の人々をも説得し得るかどうかを知りたいと思うそしてかくして後これらの小冊を印刷に伏せられる前に検討してもらうために送った幾人かの知能と学識とによって優れた人々の暴論に対して答えるであろうというのは この人々によってなされた暴論は十分に数多くまた種種様々であるのでそこにすでに触れられていない少なくともある重要な他の暴論が容易に何人の心にも浮かばないであろうと私はあえて期待するのであるそして軽がゆえに私は読者に右のすべての暴論およびこれに対する弁明を 通読する労力を取られない以前にこの小札について判断を下されないように繰り返しお願いする。